シーズン4のお手軽最強武器って知ってる？はい、ありがとうございます。アシブです。今回は話題の最強武器3つをご紹介していきます。1つ目はボトルガイザー。この子はバグレベルに強いとかじゃなくてバグで最強になりました。なのでこれから話すことは真似しないでください。ボトルガイザーをジャンプしてから撃ち始めると照射程モードのまま弾が撃てます。これ結構やばいです。射程が長くなっただけですのでダメージや弾ぶれはそのままですが、スペースシューターが涙目になるレベルで強いです。この件は任天堂公式も不具合と認識しており、現在修正中のものになります。よって今ボトルガイザーを使うことはおすすめしません。ボトルを見ただけで通報する人もいますし、実際理不尽に感じるシーンも多いです。おそらく新武器 S ブラスト92のジャンプ打ちの設定が影響していると思われます。2つ目はその S ブラスト92です。直撃は125ダメージ、爆風は50から70ダメージで、地上打ちとジャンプ打ちで弾が変化するブラスターです。地上打ちはロングブラスターと同じぐらいの射程の長さで攻撃できます。その代わりに爆風はラピッドブラスターより小さいですが、弾速がめちゃめちゃ速くヒル速に優れており、直撃射程もロングより長いため爆風小さいデメリットを吐き消しています。ジャンプ打ちはノバブラスターと同じぐらいの反射点になり、爆風もノバブラスター並みに大きくなります。こちらも弾速が速いため直撃射程はノバより長いです。地上と空中で2つのモードを使い分けられるハイブリッドブラスターなんですが、なぜかロングとノバの上位互換的な性能をしています。これだけでも十分強いんですが、射撃ボタンを押してからジャンプすると照射程モードでもジャンプ打ちができます。これがヤバすぎます。弾がブレないのでバグレベルに強いです。ローラーもジャンプしながら横振りするテクニックがあるため、この仕様はバグではないと思いますが、さすがに強すぎる気がしますね。また連射間隔は60フレームでロングと同じく遅い組ですが、射撃後の硬直時間はロングとノバよりも早い23フレームです。つまり後隙が短いってことですね。ジャンプ打ちは弾ブレが激しく一角を狙うのが難しい点は明確な弱みですが、それ以外はブラスターの中でも最強の性能と言えるでしょう。ジャンプ打ちの使い分けはそこまで難しいものでもないので、ぜひ使ってみてください。最後3つ目はドライブワイパーコラボ。9ヶ月ぶりにマルチミサイル武器が追加されたのですが、ドライブワイパーは塗り強いです。なのにスペシャルステアポイントは190と控えめということで、ひたすら塗ってミサイル投げるお手軽ミサイルマンが復活したわけですね。以前はラクトが同じ戦法で大暴れしまして、マルチミサイル発動後に一定時間スペシャルゲージがたまらなくなる弱体化を受けましたが、ドライブワイパーならスペシャルたまらない時間でジャンプビーコンを置いて味方のサポートもできます。ラクトでは暇だった時間を有効活用できちゃうわけです。ドライブワイパーもラクト並みに癖があり、メインでキルを取るのはそれなりに練習が必要ですが、お手軽に強いのでぜひ使ってみてほしいです。ミサイル撃ってるだけだと敵にも味方にも嫌われちゃうけどね。というわけでドライブワイパーで本当に勝てるのか実戦行ってみましょう。さあさあさあ、ステージはスメシンワールドガチホコバトルやっていきましょう。味方の変身は S ブラストラピラピラピからのクワトホッパーというわけで、似たような編成だな敵も。頑張っていきましょう。いいリッターがなー、結局リッターなんだよ結局リッターなんだけども、そこで私はねこのマルチミサイルでリッターをどかすことができますんで、まあいけるんじゃないかと。わあリッター怖い、もうリッター怖い、リッター怖いわ。もういるもん、見えるもん。ここにとりあえずオビークを配しまして、ナイスです。怖い、リッターのドラッキングショットが怖い。ジェットパッキン、さあもう私しかおりませんので、ここは一旦ね様子を見ましてですね、矛を持ったのであればしっかりと射止めていく。ナイス、危ねえ。さあしっかりオビーコン生やしまして、ここねぬりぬりしながら、なんか来たよ、ダイヤっていく。こういうことは皆さん、ドライブワイパーメインも強いです。なんかいる、なんかいる、なんかいる、危ねえ。あ、こいつローだぞ、どこ行った。あ、ちょ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 、オッケー。さあこれしっかりとガチホコ含めて打ってワイピングアウティングから、ナイス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 。ビーコン生やしといて、記念のビーコン。味方か味方と敵が今一瞬わからんかったけども、危ねえ、やっていく。ちょっと待って、さすがにきつい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 。入りたーい、よし、危ねえ。でこう一回前線戻りのビーコン、林の
だあこれしっかり飛び、今のところ順調でございますが、マルチミサイル事故が非常に怖いでございますんで、一旦退却と。溜めない方が強いんじゃねえかワンちゃん。今のはさすがにツッコミ事案でしたね。もうここでしっかりと復帰しまして、あと一発 OK、 うまい。あワイパー強くねえか普通に。普通に強いぞこれ。メイン当ててキルできればもう言うことないわ。普通にビーコンも強いしな。とりあえず1体入れて、やつはきっと私がやると。よし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 よ。まあ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 、バレてましたが、バレてましたが、ここは一回飛びの、ここでしっかりまた逃す。これは非常にまずいでございますが、まだリードはされてないんで、リードはされてないからなかったことにしていただきたい。普通にまずいけど、あーこれ割れそう。はいはいはい、ジェットパック怖い。なんか職案もいるぞ。さすがに嫌だ。あ待って、リードされとるやないかーい。普通に普通に沼ったんですけど、これやばい。待って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 、子猫が、まあ、今ね新しく飼った子猫ちゃんがいるんですけど、子猫ちゃんが勝手に扇風機をつけて今マイク、あーちょっと待って、子猫ちゃん扇風機を強にしました。ちょっと待って、マイクが拾っちゃうって、その扇風機のと。ちょっとまた緊急事態発生でございます皆さん。待っているぞ、なんかなんでいいんだよ、なんでいいんだよ、なんでいいんだよ、なんでだよ。でもね、子猫ちゃんがマジ扇風機やばい。扇風機っていらないし、扇風機寒いし、なんなら寒いまであるけど。ちょっと待って、扇風機のせいでね音も聞こえねえ。一回塗り返してナイスに落ち。俺上から行った方がいいかな。なんか後ろいるぞ。わあ振り向けんかった。やってくれたのはナイスだけど、さすがに間に合わんかこれ。あでも割れてる割れてる、ここ割れてる。丸見さんもないしな、きつそうではある。いやーこれはしゃあない。ちょっと扇風機止めるわ。というわけでいかがでしたでしょうか。個人的にはラクトよりもドライブワイパーの方が使いやすいと思いますので、マルチミサイルとジャンプビーコンで味方の支援をしたい方はぜひ使ってみてください。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だなもう、それではまた、アーディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれて